どうも、酔っ払ってる時はジャグリングできるのに普段はできない探偵の兄です。今日もよろしくお願いします。昨日約束した通り今日は食玩をやりたいと思いますが、その前に昨日結構絶対ヤムチャ嫌いだろというコメントがありましたが、ヤムチャは好きですよ。本当に好きですよ。ヤムチャ大好き。さて本題に入りましょう。今日の商品はよー相棒。またダンテの代わりにレビューしてるのかい。探し物はこれかい。これでこのチャンネルは俺のもの。はい、今日の商品はまた以前もやったんですけど、コンボチェンジオーズコレクション2。箱はこんな感じです。はい、オーズじゃない方の仮面ライダーバースバースですねを選びました。なんか一番かっこよかったんで。で、あとなんかこの別売りのこいつをフォーカス、こいつを買うとなんか合体できるみたいなんですけど、まあダサいですね。なので買いませんでした。はい、じゃあ開けてみましょう。開かねえ。なんか若干これ龍騎に似てねえか。ちょっとオーズは最初の方を見て、最初の5、6話ぐらい見てつまんなかったから見るのやめて、もう一回まあもう一回チャンスを与えてやろうと思って2、3話見たらやっぱりつまんなかったんで見てないんで、このライダーは知らないですけど、まあ、ラムネ、またシールとか貼らなきゃいけないんで、その辺はちょっと省略するか。はい、これが完成品です。結構かっこいいっすね。今なんか全身18箇所かな、なんか動くらしいっす。結構動きがいいっす。あと前回のやつと違って今回のは銃もついてきます。あれ待ってね。はい、銃もついてきます。これが前回の片切りんばコンボかなんかっすね。こっちの方がかっこいいっすね。なんか若干龍騎に似てて、値段は確か365円だったかな。セブンイレブンで売ってるかな。俺はどこで買った、伊東洋華堂で買いました。はい、ということで今日はこの辺で、あ、一応ラムネもありましたね。うん、めっちゃラムネの味がする。もしなんかレビューしてほしいものがあったら、まあ、下にコメント残してください。別にレビューじゃなくても、なんかやってほしいことがあったら、まだ4日、今日3日、4日残ってるんで、なんかアイディアください。じゃ、バイナーナー。PDX 株式会社。